イスキー松山幸せみのりや。今日は温泉でゆっくり息を養いましょう。いいわね、うん、あれハッピーカバー君です。そうそう、ハッピーカバー君。夏井先生の体を心配してここで待ってたそうですよ。私の体？熱中症を予防しよう。これからの季節急増する熱中症、その予防策とは。部屋の温度はこまめにチェックしてください。室温は28度を超えないように冷房や扇風機を上手に使いましょう。他にも喉が渇いていなくてもこまめに水分補給、涼しい服装で日よけ対策、外出時には無理をせず適度に休憩をとってください。日頃から栄養バランスのいい食事と体力づくりを心がけましょう。もし熱中症かなと思ったらすぐに応急処置をしてください。涼しい場所に移動し冷房が効いた室内や車内で体を休めてください。衣服を脱がし体を冷やして体温を下げましょう。すぐに塩分や水分を補給してください。塩分と水分を同時に補給できるスポーツドリンクなどもいいでしょう。例えば自分では水分が取れなくなってしまったっていう場合は。はい、自分で水分が取れない、意識がおかしいなど症状が重そうな場合はすぐに救急車を呼んでください。わかりました。はい、119番松山消防です。火事ですか、救急ですか。もしもし、はい、すみません、救急車お願いします。救急車ですね。意識がちょっと朦朧としてるみたいなんですよ。体がすごい熱くてね、はい、汗すごい垂れてるんですよ。汗がすごくて意識障害ですね。はい、わかりました。通報を受けてから2分4秒で出動しましたよ。はい、救急車の出動から現場到着までの松山市の平均時間は約8分です。そんなに早いんですね。ただ年々出動回数が増えていて本当に必要な時に対応がスムーズにいかない場合があります。じゃあ熱中症が増えるこれからの時期は特に救急車の適正利用っていうのが大切になってきますね。はい、そうですね。消防庁では住民の緊急度判定を支援し利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため全国版救急受診アプリ救助を作成しました。ご利用方法は総務省消防庁救助案内サイトまで。熱中症に要注意、しっかり予防して楽しい夏を過ごしましょう。さあ温泉行くよ。行こう。はい、行こう行こう。夏井さん、ハッピーカバー君も温泉に入りたいって言ってます。いいよ、行こう行こう一緒に。